東広島駅は、広島県東広島市三 a 一丁目にある、西日本旅客鉄道山陽新幹線の駅である。東広島市の中部、三 a 地区にある。同地域は、同駅が開業した1988年以前から、東広島市に含まれていた。同市の中心市街地は、山陽本線最上駅周辺にあるが、同駅は1974年に、 旧最上町が周辺町村と合併して東広島市となった後も名称を変更せず東広島の名は新幹線の新駅に用いられた。新尾道駅と同様建設費用約47億円を全額地元負担で建設し開業した西岸駅である。事務官高度は80万666を使用している。東広島市内の各地は バス連絡となるが便数が少なく、特に日宿は発着がない時間帯があるため、利用者のほとんどはマイカーで駐車場を利用する。市内に工業団地があるため、新幹線の利用客数に対して駐車場の利用は多い。休日でもパークライドのような形で混み合う。広島大学の東広島市への移転が決定した時は最上駅から、 広島大学東広島キャンパスを経由して、東広島駅へ至る、新交通システムの建設構想があったが、白紙になっている。なお、最上駅や広島大学へは当駅より、バスが運行されているが、いずれも便は少ない。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。上下線ホーム間には4線あり、内側2線は上下通過線である。 地上をレールが通過しているためか、入り口が南側のみである。下りホームと駅舎は直接つながっているが、上りホームへは地下通路を通っていく必要がある。エレベーターエスカレーターは上下ホームに1気ずつあるが、エスカレーターは上り運用のみ、直営駅である。なお営業キロも最上駅のものを使用している。開業年度からの1日平均乗車人員は以下の通り、 ありがとうございます。